続いてリリーフ陣も見ていきましょうか。主なリリーフピッチャーの成績です。はい、こちらになります。湯浅投手が一番チームの中では登板しまして、最優秀中継ぎのタイトルも獲得しました。岩崎投手は28セーブをマーク。あと台頭してきた選手としましては、浜地投手などこの辺りの選手がよく試合に投げたということになります。そうですね、若手の選手がこちらも、台頭したなというイメージですが、岡田監督どうでしょうか。いやこれね、はい、借金10個あるよね。ブルペン陣びっくり、僕も、全然ちょっと気づかなかった、意外にも試合だから後半でね、防御率ねの割に負けが多いよね。だから接戦かな、やっぱり1点差とかそれで勝ちきれなかったゲームが多いのかなというのはあるけどね、それとエラーとね、エラーが絡んで、自責点になってないというかね、そういう負けが多いのかなという感じはあるね。でもリリーフ陣での、勝ち星といいますか、だからね、優勝チームというか、結構リリーフでね、もう10勝近くする、なんていうかな、ラッキーボーイじゃないんだけど、1点負けてるぐらいで投げたら、なんか逆転して勝ち投手になるとかね、そういうピッチャー必要ですよ。今年は誰か、木澤かな、ヤクルトもね、あれ9勝かなんですよね、9勝3敗かなんかで、6つぐらい、そこで貯金作れると、ものすごく大きいですよね。とはいえ、リリーフ陣、盤石だなというイメージは、いや、盤石じゃないでしょう。そうですか。もうね、すごい3人見てきてるから、そこまでは行ってないです。もう JFK みたいな、JFK みたいな、そういう3人誰か固定するということもこれからは。いや、今日もキャンプで、今何球投げてるってみんなピッチャー集めた時にね、みんなちょっと聞いたんだけど、1000から1200とかな、今はね、その分担制だけど、やっぱりね、だから。それがちょっと連投になるときついってから、3人でいいとこ4人、5人作って、なんか休ませながらとかね、今日みんなに言うと、久保田は3000球投げてたよって、3000球の後ネットビンしてたよって言ったけどね、それは今ちょっと違うけどね、やっぱりね、野球はね。固定っていう形だけではなく、いろんなやり方でやっていくそうですね。ピッチャー何人いててもいいんでね、その辺は、外国にケラーだけなんだけど、あともう一人ぐらい来るかもわからないけど、その辺の、兼ね合いでね、まずゆっくりと考えていきたいですね。ありがとうございます。